神奈川王冠。神奈川王冠は、現東京都八王子市周辺と、同神奈川県横浜市を結んだ道。八王子八十八景の一つ。別称として、浜街道、武蔵道、絹の道があるほか、横浜側では、八王子街道とも呼ばれる。経路は、現在の町田街道及び、国道十六号に相当する。従来より、八王子周辺は、 玉郡や甲州、武州各地で生産されたキー糸の集産地として栄え、このキー糸を江戸や玉郡の各地域へと出荷していたが、江戸時代末期の1859年、安政6年に横浜が開港すると貿易が活発になった。海外への貿易品の中心は、キートや絹製品であったため、輸出のため横浜方面へも出荷が行われるようになり、浜海道と呼ばれるようになった。 八王子から町田を経て、横浜港までの約40キロメートルの街道は、やる水商人と呼ばれる多くの絹商人の往来が、盛んとなって、後に絹の道と称されるほど発展するようになる。この浜街道は、現在の町田市相原町あざ坂下付近と町田市、鶴間あざ台が八つ付近までの間で二通りの経路に分かれており、一つは主流であった。 現在の町田街道の経路である。八王子を出発し、槍水峠を越えたところで、武蔵区に多摩郡の相原村、原町田市に入り、境川の東側、武蔵国内となる道郡原町田村を中継地として抜け、鶴間村、以上、原東京都町田市、鈴木組益宿村、原神奈川県横浜市浅彦などを経由して、横浜港へ向かっていた。 もう一つの経路として、相原村、現在の相原坂下交差点付近で分岐して、境川を渡って、相模国交差郡橋本村に入り、同郡の淵延村、上鶴間村、以上、玄関長川県相模原市、下鶴間村、玄関長川県山和市などを経由した後に再び、境川を渡って、武蔵国多摩郡の鶴間村に入ったところで上記の、 経路と合流する現在の国道16号に相当する橋がある。ただし、上記の原町殿を抜ける経路の方が発展していたことや距離が近かったことなどから、もっぱら裏街道のような存在であった。こちらは後に国道16号、東京環状として発展することになる。かつての浜街道の名残は、八王子市、槍水、町田市小山町、町田市原町殿、 町田駅周辺のほか、町田市、鶴間、横浜町田インターチェンジ付近から横浜市旭区、河合宿、今宿、鶴上根周辺までにかけての国16号線9道区間に見られる。一方、相模国を経営するルートでは、第二次世界大戦時に、相模原都市建設計画、いわゆる、軍都計画が持ち上がり、都市整備によって、全く違う道へと姿を変えてしまったため、 相模原市内では淵の部付近から上、鶴間付近までの96号線と呼ばれる道路や、村婦神社付近、西門、相模原から氷川町までの道路、そして橋本駅北口周辺に見られる程度である。そして、明治時代に入り1908年、明治41年に街道と、並行して横浜鉄道、現 JR 横浜線が開通すると、 絹の運搬は鉄道にとって変わられることとなり、日本のシルクロードとまで呼ばれた街道は次第に捨てれていった。江戸時代の幕末から明治時代にかけて八王子から横浜まで木糖や絹織物が運んだ裏街道として繁栄し、八王子市の槍水峠の近くには絹の道と刻まれた石碑も建てられている。御天橋から絹の道石踏みまでの 1> 約1 5トルの区間は八王子市の史跡に指定されており、現在も王子の佇まいを残していて、歴史の道百選にも選ばれている。八王子は桑野都と呼ばれるほど養蚕が盛んで、江戸時代後期以降は、ギー糸や織物の生産が活発になり、八王子織物として知られていた。槍水商人と呼ばれる八王子の商人たちは、鎖国の時代に、 オランダの東インド会社と密貿易を行うために、絹織物を温密に運搬していた。絹の道と呼ばれたそのルートは、八王子の槍水村から小山、玄、町田市を経て市が開かれていた、原町田、玄、町田市に至り、神奈川街道を通って、横浜の穂土屋から、東海道の芝生を経て、館内に達する約40キロメートルの道のりであった。義の絹の道は、 この八王子から町田を経て、横浜に至る、経路全体を指して言うこともあるが、町田横浜間は、神奈川街道、横浜街道、浜街道、町田街道などの別称があるめ、競技の絹の道は、やり水町田間の経路を一般に指す。1859年、安政六年には、横浜港が開港されてからは、より一層絹の貿易が、盛んになり、 八王子以外にも上州、新州、甲州で生産されるキー糸も八王子を経て横浜に運ばれたが1908年、明治41年に八王子東、神奈川間を結ぶ横浜鉄道、現在の JR 横浜線が開通すると、木の輸送経路としての役割が終わってしまい、捨てれてしまった。中央高地、北関東及び多摩地域で生産されたキー糸が、 八王子や原町殿周辺に集められるようになると、特に、多摩郡、吉木村、槍水、源、八王子市、槍水の商人が仲買いとして活躍し、槍水商人の名で知られるようになる。絹取引で富を築いた槍水商人たちの屋敷が街道に沿って軒を連ねた。江戸幕府は、槍水の商人たちが木糸を横浜に運んで、密貿易をすることを取り締まる他に、 五品、江戸巡る礼、五品江戸回し礼を出して、木と五服、水油などの五品目はすべて江戸経由で運ばなければ、ならないように義務付けられたが、これを無視して、絹の道を通って、横浜に運搬する者が後を絶たなかった。この槍水商人の前世紀には、現在の府中市付近から槍水地区を経由して、神奈川県津久井郡川尻村、現、相模原緑区、 川尻までを結ぶ南津電気鉄道。南津は南多摩の南と津久井の津の井の付設も計画されたほどである。東京都八王子市の絹野の同資料館近くには槍水停車場と書かれた石碑が建っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。